一日の終わりに癒しのひとときを。もうすぐお盆ですけれども、はい、お盆の時期ってやっぱりお寺は忙しいんじゃないですか？そうですね、一年中で一番忙しいシーズンと言えると思います。はい、もう一番大事なことは引き継がれた命を今私たちはそのバトンを持ってる、持ってるわけですね。それを実感していただくためにぜひとも、ね、ご家族総出でお墓参りというのはしていただきたいと思います。あと私そのお盆っていう言葉から思い出したんですけど、はいはいはい、おわら風の盆っていう行事がありまして、はいはい、踊るんですよ、はい、盆踊りを。全国各地の盆踊りの中では、はい、一番醸し出す空気感といいますかね、風情というか、一番その供養という盆踊りの原型の形を感じさせてくれる盆踊りだと思います。はい、まあ、踊りを楽しむだとか、はい、浴衣を着てちょっと気持ちを高めるとか、はい、 それだけで見てしまっていたんですけれども、はい、まあ、どこかのタイミングで、あ、そういう由来のものが盆踊りだっていうことを知っていただければね、いいかなと思います。ご住職ありがとうございました。はい、暑い中お疲れ様でございました。いやいやいや、はい、巨大扇風機のおかげかすごく涼しく座れました。光陰惜しむべし、年々無常なりという言葉があります。時間というものは一方通行で、途中で立ち止まることもなく、ましてや逆戻りすることもないと。だからもうぼやぼやしてたらいけませんよということです。人生ってやっぱりおっしゃっていたように、過去のこと後悔してもその時間に戻れるわけじゃないから、うんうん、もう一日一日噛み締めて楽しみながら体験していくこと、そうしないともったいないですもんね。もったいないですね、うんうん、本当に。まあ、私も住職という立場もありながら、家庭では夫であり、立場顔があるんですけども、やはりまあそれぞれの立場でベストを尽くすということは心がけるようにはしています。今の言葉は家内にも聞かせたかったんですけど、いや、はい、今きっとご覧になってますから、はいはい。